はい、おはようございます。おはまろー、8月21日の僕夏実況です。さあ、残すところあと11日、僕夏の実況もあと残り11日となります。みんなもね、悔いなく今年は今年の夏休みを楽しんでください。じゃあいただきます。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。城屋さんちが蔵の中のものを寄贈するって話、お、そろそろだって。そろそろ持っていかれるってこと？きたー、うん、寄贈って草原に住む動物の仲間ですよね。それはカピバラのことじゃない？母上、カピバラよりも腹減った。食べ終わったばかりでしょやば、体力楽しそうだね。さて、ということで、じゃあ寄贈されるんだから城屋さん家に行って鍵をもらってこよう。あとは、昼間に、ともこちゃんの落とした定規セットをね、探さないといけない。じゃあ行こっかな。まずでも、あれ？今日何したらいいかって昨日聞いたっけ？とりあえず先にね、探してみよう。あの竹林のところ、ともこちゃんの定規セットが落ちてないかどうか気になるからね。結構困ってたしね、かわいそうだよね。この辺を見てみればいいのかな。え、なくない？なくない？なくない？ん？ないよね。どこだ？この辺？あれ？お？なんか落ちてるぞ。お、あった。トモコの定規セットを見つけた。あ、よかった。これでともちゃんに渡せばいいんだ。いつどうやって渡すんだろう。ともこちゃんに話しかけてみようかな。多分砂浜にいるよね。海岸の。あ、よかった。あれ、いないかな。あ、いたいた。話しかけてみよう。この前はいきなりだったから、びっくりしたよ。あんなところで出会うなんて。ぼっくんのこと水軍の幽霊かと思っちゃった。それだけ？あれ、渡せないな。いつで渡せるんだろう。とも子姫さんに極秘情報を聞きました。太陽くんは小学校に入るまで泣き虫だったそうです。へえ、めっちゃ太陽くんのこと見てんね。へえ、そういう星の巡り合わせなんだ。何のこと？夜、誰かとどこかで会って秘密の話をしたんでしょう。うん。何事も偶然が大事ってことね。今日はどこへ行けば面白いか予言を聞きたい？聞いておこうかな。じゃあ今日は6ね。1、2、3、4、5、6。はい。じゃあこの中から好きな数字を選んで。5番か。今日の予言、隣島の水軍の古城跡。古城のあたりはちょっと怖いけど、勇気を出して頑張っていこうね。どう？当たってると思う？さてと、豆の予言まだまだ聞く？聞かないで大丈夫かな。
予言を聞きたいときはいつでもどうぞ。はい、ありがとう。マメは本当に何でも知ってるんだ。じゃあ、あっち島に行きましょう。よし、あっち島。あっち島行って、白屋さん家に行って、で、蔵の方見に行こう。蔵のものを寄贈するって言ってたから、鍵もらえるかもしれないよね。もしかしたら。よし、着いた。さあ、あれ？おじちゃん、仕事はどうしたの？うるさい。今それどころじゃないんだ。はあ、走った走った。でね、寄贈するって言ってたけど。どうしたんです、そんなに急いで。もう持ってっちまった。蔵の中のものですか？その中でどうしても我々にとってどうしても必要なものがあるんだ。用水池の水を抜く鍵。なんでこんな名前なのかしら。まあ冒険もいいけど、あんまり危ないことはしないでね。うん、ありがとうお姉さん。あらまあ、お姉さんに変わった。あー、いたいた。やっぱりここか。あ、なんで父上がいんの？鍵はもう見つけたよ。じゃあ先を越されたぜ。それにしてもあんなに走ったのは久しぶりだったな。じゃあ僕ちゃん、太陽、頑張るだぞ。うん。いや、 BGM が好きすぎる。やばい。古城まで自分で行きますか、それとも太陽たちと一緒にビューンと行きますか。じゃあ太陽たちとビューンでしょう。行きましょう。だったら一緒に行くとするか。しょうがねえな。また付き合ってやっか。ここまで来るのだって大変なんですからね。じゃあみんなで城の中に入るぞ。七人の力と心を合わせるんだ。おー、そうか、もう体重は合わせる必要ないもんね。さて、近道を作ったからここから降りれるはず。さあ、もう鍵も手に入ったから、鍵も手に入ったから、開けるよ、開けちゃうよ。いよいよその時がやってきたぜ。じゃあ開けるよ。うわ、ドキドキする。うお、なんだ、あれ、何もないじゃん。いや、洞窟がまだまだ続いてる。先へ行ってみようよ。何これ。虫はいるかもしれないから網を出して。うわー、何、すごくない？これこっち上に行くのかな。ちなみにここは、あの、この真ん中、ここは通路にはなってないのかな。あ、なってないんだ。行けるわけじゃないんだね。なんか水が溜まってるね。すごい。こんなとこに繋がってたんだ。なんかあるかな。何？怖い。おお。
ん湿気があるね。これが最後の扉かな。なんかとんでもないことになるって出てるよ。どう開きそう？わかんない。じゃあ力を合わせて。よいしょよいしょ。ここで7人の体重か。よいしょ。なるほど、すごい。よいしょよいしょよいしょ。座敷わらしでも誰でもいいから、どこかにいるんなら手伝ってよ。よいしょよいしょよいしょ。やば、手伝ってるよ今。よいしょ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 。おみんな生きてるか？うん、鼻に水が入ったかも。何が起きたんだ？お外の光が見えるよ。危ない。嘘。うわ、眩しい。あれ？ここどこだっけ？お母さん。なんだかよくわからないけど、よかったね。うん。大丈夫だったか、ジュニア？うん、お兄ちゃん。とにかくみんな無事でよかった。うん、そうだね。なんか結束が強まったんだね。なるほど。だから言ったでしょ、あれは池の水を抜く鍵だって。なるほど、名前のまんまじゃねえか。じゃあお前も早く帰ってくんだぞ。じゃあね。一応水が抜けたわけだけど、何もないのかな。降りれるようになったからね、ちょっと探索してみよう、この辺。うわぁ、あ、なんだこれ、これ、これ、ここ、なんか、おモンスター消しゴム、スペースエクスプレスを手に入れた。これはかなりかなり珍しいもん消しだ。やったぜ。やっぱりなんかあったよ。え、これで終わりなのかな。これは戻れる？こっち側には。あ、戻れるね。一応ちょっと見て回ってみたいね。水が抜けた後、この中は何も一変しないのか。ここの水は何なんだろう。もうここは海ってことかな。うん、変わらないんだね。いやー、これさ、何があったとか何がなかったとかじゃなくて、あの経験を通してみんなの絆が深まったこと、それが宝だよね。何を臭いこと言ってんだか。さて、隣島にね出たんで、ここからちょっとね、お昼なんで今虫を探そうかな。一応精霊の木もねもう一本あるから、新しい虫がいないかどうか探そう。いないかな、なんか。あ、いるよいるよ。取れるかな。うわー、いなくなった。ちょっと待って、帰ってこないの？帰ってこないの？帰ってこないの？ねえ、もう帰る。おどいれよ。あれ、いない？無理？もう一回入れよ。あ、いそうだけどな、いそうなんだけどな。
出てこない。結構取るには難しい虫なのかな。あれ躊躇なく網振っちゃえばよかった。いる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 。あー違う違います。これ飛ぶ瞬間かな。取れた。やったぜ。エゾゼミ、エゾゼミがいるのここに。エゾ、へえ。エゾゼミ150分の108。そうだね、着替えとこう、忘れちゃうから。はい、8月21日。古城の鍵を開けたよ。独り占めまでもう少し。みんなで開けたけどね。生まれて初めて溺れるかと思ったよ。いやめっちゃ溺れてるよ、僕くん。何回も溺れてるよ。なんかこの絵雑じゃない水が引いた池の底にはなんと30スペースエクスプレスが隠されていたよ。まあこれはあれか、僕くんとか子供たちからするとモン消しかなりレアなんだろうね。あれはなんかいるかな。やったぜ。おお、カブトムシのメスだ。わーすごい、やったね。41ミリか。あんまり大きくはないけど、まあ入れよう。やっぱカブトムシの木なんだね。もう一回。なんかいるかな。チェ、何にもいないや。本当に。もう一回。なんかいるかな。チェ、ダメか。何にもいないや。いないか。いやー、ニューの虫いないかな。あ、いる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 。えい。やったぜ。ヤブキリ、ヤブキリ。なんだろう、こうヤブキリってヤブを切り裂くのかな。よし、あと40種類だよ。結構集まってきたね、虫自体。すごいよ、これは。結構、結構、結構。この辺は何にもないのかな。なんかこの辺のスペースもき、え？あった。でもジュース瓶の台だった。まあお金がね、高いよね。なんかこう、入れるスペースを調べれば、やっぱいるもんだね。いるもんじゃない、あるもんだね。なんかがね。なんかあったりするもんだね。遠くに、おじの家の向こう岸にある製鉄所が見える。煙突から白い煙がゆっくりと、ゆっくりと立ち上っている。まさか、丸ボタンを押して読めると思わなかった。さあ、あと40種類の虫を手に入れたいけど、全部は隣島じゃないのかな。また夕方来ることにして、一旦戻ろうかな。虫相撲しないといけないから、ちょっと労働入ったし、もう一回見よう。なんかいるかな？いた。やったぜ！わー！この子はいらんのです。一回帰って、一回帰ってだね。そうだね。夕方、もう一回来よう。夜来れないのがな。どうにかこうね、夜来る手段があれば、また違うんだけどな。さすがにそれを許しちゃうと、僕夏は、ちょっと、ぶっ壊れたゲームになっちゃうもんね。ゴー。さて、そういえば、晩ご飯の魚とかって釣ってたっけ？今回釣ってないっけ？間に合うんだったらなんか釣って食べたいところだけどね、そろそろクロダイとか食べたいね。どうせだったらね。ここから行こう。
さてと、虫相撲をして、いや虫鍛えないとやばいよね。結構今日操作うまいんじゃない？なんかこうラグにも負けず、なんとか、うわ、うん、言ったそばから今ちょっと危なかったけど、さ、この辺だ。そういえば、ともこちゃんに定規セットいつ渡される？無理っぽいんだよね、砂浜にいるとき。じゃあいつ渡せばいいんだろう。もう夕方だよ、やばくない？あのお姉さんが都会に帰ったのって本当に俺たちのせいなのかな。どうなんだろう。違うと思うよ。そんなに自分のことを責めないで。そういえば最近ね、75号と話してないよね。元気かな。危ない、ギリギリ。合言葉を言いな。戦闘メカ、わかんないって。エルガイムだよね。難しい、マニアックで。合言葉を言いな。夕焼け、夕焼けカーカー。カラスじゃないの？嘘。合言葉を言いな。いい？これが本当に最後のチャンスだからね。赤車、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 接着。もう最近合言葉難しい。練習させたくないんだな。合言葉を言いな。いい？これが本当に最後のチャンスだからね。毎回最後のチャンスやってくるからな。銀河旋風ブライガー、正義の剣が悪を打つ、悪い奴らを懲らしめる、お呼びとあらば即参上。これきたー。銀河旋風ブライガー、お呼びとあらば即参上。しんちゃんだって声が。よし、中に入れ。合言葉を言いな。銀河旋風ブライガー、呼ばれて飛び出てジャ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 ン。ほんと適当だな。さあって、待って、ともちゃんにここで渡せないかな。そういえば僕、郵便局の近くでとも子姫の定規セットを拾ったよ。あ、ありがとう。探してくれたの？うん、歩いてたら偶然見つけたんだ。僕はとも子姫にとも子の定規セットを渡した。これで終わり？なんかお礼はないですか？ないんですか？ないのかな？僕くんが住んでるところって近くにデパートなんかもあるの？あるよ、僕デパートの屋上が好きなんだ。遊ぶとこあるもんね、デパートの屋上は。この前、秘密基地の掟を書こうと思ったんだけど、掟って漢字が難しくて書けねえからやめたんだよね。掟って漢字。兄ちゃんがこの前、基地の掟を書こうとしてたんだ。多分とんでもない内容になると思うよ。確かに、ペッタンだからな。俺今特訓中なんだ。ここらで頑張らねえと後悔するからな。かっこいいな。じゃあ後悔しないようにやろう。さてと、まずはノコギリクワガタからね、この全自動ハンターから育てましょう。いやにしてもな、これもう強いで勝てない気がするもんな。試合にして、最初は俺からだ。強い強い強い、いけるか。これぐらいなら勝てそうかな。3回押していきましょう。ゴーゴー、いけー。負けるなー。やった
ナイス新技。何それ、初めて見た今の新技。勝てるよ勝てるよ、負けてはいない。ナイス。何なんて言った？悔しい、負けた。決まり手ギロチンドロップ。すごい強いじゃん。何ギロチンドロップって。次は俺かな。もう一回見たいね。うわ、髪切り虫はやだ。こっちも4回ぐらい押したかな。いきます。負けたくない、負けないで。それやばい。スタミナ同じぐらい。ちょっと技出しすぎだから。いやー、倒したい、このジョージ・ワシントンとかいうの。カブトムシのメス使ってみようかな。いやー、なんかこうね、大体いつもこう虫相撲をしてるときって、最初おしとやかに配信じゃない、実況してたのに、こう少しずつ荒ぶってくるっていう。燃えてくるんだよね。どうしようかな。技出し回数をもうちょい上げるか。積極性があるから。頑張ってね。じゃあ次はこのカブトムシのメスを。さあ行こう行こう。強いで戦えないよね、多分ね。弱いにした方がいいかな。まだこれだ。勝てればいいんだ。2回押していきます。レベルは一緒ですね。でも10勝10敗。相手なんか0勝みたいなところあるよね。一緒じゃない？うん、やれ、頑張れ。ゴロンとしてるから勝てると思うんだよな。頑張れ頑張れ。やめて。おい、こっちも新技覚えてくれないかな。こらえろよこら。ナイス、ガブリオリ。かわいいですね。コロコロしてて。ガブリオリを覚えるんだ。へえ。じゃあ次は僕の番だね。お肉はカール。あー、これ結構強かったかな。2回背中を押していきましょう。頑張って。これ何回か倒してないっけ。おっと、自爆？はい、ナイスー。いいよー。負けちゃった負けちゃった。こううまくジュニアのこの負けちゃったを真似できる日が来ないかなっていうのを思ってるんだけど、だいたい編集中に聞いてみるとね、似てないんだよね、なんか。さ、相手はレベル4、12勝12敗。結構接戦だっていうことがわかるね、この勝敗数を見ていると。なんか見た目一緒なんだよな。ピーマンと焦げたピーマンみたいな。ダメだよ。ナイス。負けちゃったんだ。決まり手ガブリオリ。レベルが上がったみたい。ナイスですね。次は俺の番だ。なんか赤足微妙な気がするけど、2回押していきましょう。相手は4勝8敗。4回勝って8回負けてるんだから、まあ、強気でいけば大丈夫。ナイス、いいよ。これ箱を叩く意味ってあるんだろうかと最近思う。決まり手ガブリオリ。お、レベルが上がったぜ。みんなのレベルを上げていってる。疲れてるな。これ最後かな。オッケー。やれ。相手7勝3敗、レベル5。デコピンや。やめて。おい。裾払い裾払い。やめて。ドン。ナイス。いいね。いいよ、ナイスナイス。決まり手ガブリオリ。さあ、ということで、じゃあ次は僕の番だね。一旦下げたいな。でも顔が黄色になるまでやるか。じゃあこれから最後かな多分。
ほい。相手はレベル4の8勝9敗。こっちはレベル6、5勝0敗。負けぞ。うちの姫候補ですね。負けぞ。結構なんか倒れてるね。相性悪いんだねきっと。出ちゃう。おっと、自爆かな。負けちゃった。決まり手自爆。あー、レベル上がんなかったか。次は私の番ね。じゃあトレーニングさせましょう。焦げたピーマンは退場。押す力強い方なんだよね。これスタミナをもうちょっと上げてあげるべきか。思考速度、技出し回数少なかったね。結構ある方みたいなんだけど、思考速度上げようかな。でかいね。じゃあ次はこれかな。ミヤマクワガタ。はい、レベル6ね。5勝0敗。一回押していきましょう。勝ってよ。なんかちょっと間違ったら負けちゃいそう。全然大丈夫そう。あ、やっぱりか。トランポリン逃げすると思った今。すぐ場所入れ替え始まるからね。トランポリン逃げ始まった始まった。また逃げる。また逃げ。びゃー、びっくりした。ナイス、いいね。あれ、負け。次は俺の番だ。あの、この声はめっちゃ似てるってことに気づいたんだよね、編集中に。っていうのが似すぎて多分ね、気づかないと思うみんなじゃあいきます。2回押しました。踏ん張り強化か。わー、わー、ナイス上手投げ。すごい今浮いたね。やめて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 。嘘、こんなギリギリで負けた、悔しい。よっしゃ、マジか。ガブリオリって強いね。お、レベルが上がったぜ。上がりすぎじゃない。お、ついに実証だな。受賞したらさ、名前をつけてあげましょう。勝手につける。太陽赤足マスク。マスク、マスク、マスク要素どこにもない仕方ないな。いやー、今育てるべき虫なのかな。この子は6勝1敗レベル6。踏ん張り強化かな。こうね、まんべんなく綺麗に育てたいんだけどね。トレーニングできるのが5匹までだからね。1日何がいいかな。どこ行った。あ、赤足だね。赤足同士。いやー、でもこっち立てよっか。カブトムシ、オス。さあ、うちのガンマンを出すよ。31勝してますから、レベル全然上がんないの本当に。いけいけー。似てない。これは似てないのがわかる。の一文字。ナイス、つの一文字。いいよ。そこで踏ん張れ。ナイス。負けた。お、レベルが上がったぜ。よし、レベル7。次は俺かな。32勝してる。でかでかいけど大丈夫、勝てるよ。ゴー。やれ。大丈夫大丈夫。なになになに、なんでジャンプしてきた。なんで詰めた。デコピンや、デコピンや。ナイス。もうこれはスタミナがね、もう圧倒的に多いから、こっちの方が。決まり手スタミナ勝ち。じゃあ次は僕の番だね。オニクワガタ好きだね、ジュニアね。結構持ってるね。頑張って。
なんかね、ジュニアをこう右上に今ジュニア映ってると思うんだけど、すごく弟に似てる小さい時のね。あ、ナイス負けちゃった。余談を話した。自爆。次は私の番ね。なんかカブトムシって疲れやすい、もしかして。すぐ疲れてる気がするな。気のせいかな。勝ってよ。ファイト、ファイト、ファイト。ふいふい。オッケー、勝った。ノコギリクワガタね。名前ノコギリってついてるけど、結構案外ね、そんなに強くないっていう。ただコメントでいただいてたんだけど、次は俺の番。ノコギリクワガタとカブトムシをこの虫相撲させたことがあると。そしたらカブトムシが挟まれて投げられてたみたいなのが書いてあって、あ、強いノコギリクワガタもいるんだなって思ったよね。やっぱその虫にもさ、性格があるから、ちょっと気性の荒いノコギリクワガタだったのかな。お、弱気なカブトみたいな。押せるんだよね、力はあるから。ここでもう一回ガブリ折りされると結構押されちゃうから。ナイス神話。やばっ、何それ。え、ナイス。負けた。いやー、試合させてよかった。さあ黄色になったので、黄色になったので下げましょう。やばい、今のなんだろうね、見てみよう。習得した技、今覚えたのはレベル2の技で一本背負いだね。なるほど、レベル2ということは返し技が返ってきたらレベル1の技か。これ全部返し技されちゃう技ってことだね。これがレベル1の技とかなんだったら返し技はなかったんだろうけどね。突っ張り、ガブリより、角一文字、一本背負いだって。もう技全部覚えた感じか。じゃあ、スタミナあげようか。頑張ってもらおう。なんかちょっとメスの方が大きいね。赤茶、焦げ茶。さあ次、赤足クワガタを出しましょう。まあ正直ね、相性っていうものが全然覚えられてなくて。その程度の虫か。その程度とか言わないの、君。最近口悪いよ。姉ちゃんは言葉遣いが壊れてるよ。さあ行きましょう。やれ。オタクの虫。おお、ナイス。オタクの虫、大してことないね。おい大人げない。デコピンや。そこでデコピンか。おっと、どうした。よし、ナイス。決まり手、スタミナ勝ち。いやー、スタミナ結構上げといてよかった。じゃあ次は僕の番だね。問題はね、あの太陽くんが持ってるオオクワガタ、あれのスタミナが3列あったと思うんだよね、スタミナゲージが。それに勝てるようにどれか1匹やっぱこう決めてスタミナを上げていった方がいいかもしれないなと思う。私も25日までに、本戦までに。もう言ってあと4日ぐらいしかないんじゃない、今日21日だから。ナイス、ガブリオリ。負けちゃった。負けちゃった。似てたと思う今。ガブリオリ、次は私の番ね。レベル3か。これ弱いで戦わせる虫じゃないのかな分かんなくなってきた。でも勝たないとレベル上がんないからね。勝ってよ。強いと戦わせて勝ったら結構ね一気に上がるんだけど、負け続けると全く上がらないし。上がってたか、技覚えなくなる。負けちゃったんだ。決まり手、押し出し。レベルが上がったみたい。よかったね。次は俺の番だ。同じじゃないか。25mm、 同じぐらいに見えるけど、こっちの方が全然倍大きいんだね。だいたい行け。相手4勝9敗のレベル5。
まあ負けないだろうな。ナイス、素敵。負けた。ガブリより。次は俺かな。また赤足か。はい、どん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 、ゴーって言ったらガブリ寄りだからね。あ、ドンかナイス、強すぎるな。これ弱いでやってるから強く感じるだけなんだよな多分。レベルアップか。ナイス、レベルアップ。いいよ。じゃあ次は僕の番だね。半妙か、下げようかな。ちょっと疲れてるみたいだから。どうしようかな。今スタミナ使ってるから、スタミナ使ってるから、今日はトレーニングさせないでおこう赤足は。でカマキリの方をねトレーニングに持っていきたいから、とりあえず試合させて。今空いてるのはあと1個だもんね。押す力だもんね。押す力、うん、まあ押す力上げといてもいいのかな。わあ、強そうな虫。強いよ。強いにしよう。じゃあこれでいいかな。いやー、それ強い。わしもそう思う。それ強いんだよきっと。いや勝てないと思うんだよな。もうやってみよう。当たって砕けろ。頑張って。なさねばならぬ。噛みつきだ。いや押す力強いな言って。空手キック。ああ空手キックが辛い。ね、白筋どこで手に入れられるの？やばい、これ見つけよう本当に。結構ダメだ。あー先輩。じゃあね、押す力を鍛えてもらって。結構今押されてたもんね。みんな押す力とか踏ん張る力がまだまだ弱いのかも、うちは。どうしましょう。これ虫の状態を見ようかな。カンプーピエロレベル6の半妙なんだけど、うん、これ本番までにスタミナと押す力取ってあげられるかっていうとちょっとわかんないな。勝率を上げて交換に出す方が賢いかもしれないね。とりあえずじゃあ勝率を上げてみようかな、弱いにして。じゃあこれでいいかな。同じ半妙だもんね。オッケー、じゃあ一回押して。なんだ今の髪型。頑張って。相手でも20勝してる。ナイス、すくい投げ。負けそう。力ためだよね。力ためだよね。こっちも負けてないから。いけそう。回復の 前梅、ね、梅超竹梅。いや結構結構、うわ結構回復した。びっくりびっくり。負けるの？押し出しちゃって。嘘でしょ。回復の前の梅はやばくない？そういうことか。この半妙の強いとこって。なるほどね。こっち回復の前はないの？強っ。これは半妙そろそろさよならなんじゃないかな。どうしよっかな。回復の前梅。回復技スタミナ。え、梅覚えてる？梅覚えてる？あれ？すくい投げが投げ技レベル1で、あともう一個技覚えるらしいんだけどね。ちなみにノコギリクワガタ換算で18匹の価値があると。青かな分か。いやーどうしようかな。オサムシが欲しいです。この48匹の価値の。おこれはこれはこれ、うんとコクワガタ。うちのコクワガタ結構強いよね。弱いで勝てなくなった半妙はいらないんじゃないかな。うわーでもスタミナない。裾払い、山嵐、回転投げ、あと2個覚えるらしいね。じゃあ戦わせた方がいいね。技をいっぱい覚えてる虫の方が価値が上がるとかあるのかな。一回押していきましょう。
さあレベル5頑張って。負け数一緒、勝率はあっちの方が高いね。回転投げナイス、いいよ。これで回復の前を出させる前にね、やっちゃいましょう。やっちゃえやっちゃえ。待ってました。はい勝った。これジョイナーもらう。やっぱり負けか。次は私の番ね。あのちょっとねみんなに聞きたいんだけど、いつもねでっか虫相撲だけで約10分近く実は実況してるんだよね。みんなは飽きてこないですか？前回海でね紋消し探したいんだけど、みんながいいって言ったらしようかなって言って、コメント欄ではねいいよっていう声が、3つぐらいあって、だからこれからちょっと紋消しも探そうかなとは思うんですが、この虫相撲は私ノーカットなんですよ。カットって言っても見やすいようにはカットしてるんだけどね、労働カットするとかそういうのはしてるんだけど、ダメだよ試合をカットはしてないっていうのがあってね、ぜひ意見を聞かせてくださいコメント欄で。ナイス回転投げ、やばいギリギリで勝った。こんな話をしながらもうちの爽やか番長爽やかに勝ってくれました。負け、ありがとう。ちょっと怖かった。次は俺の番だ。お肉輪か、どうだったっけ、お肉輪に対して、まあでも頑張れ、うん、勝てるよ君なら勝てる。そこで踏ん張れ、ナイス。まあ、そこで回転投げしない方が勝てた気がするんだけどな、押し出しちゃって。あー危ない、そこで足引きはやばい、そこで足引きはやばい。いやーやめて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 、危ない危ない危ない。ちょっと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 、おっとナイス。この土壇場に強いな、うちの番長、さすが番長という名にふさわしいね。決まり手裾払い、お、レベルが上がったぜ。次は俺かな。結構ヒートアップしてしまうな、この虫相撲っていうのは。結構本気でやってると思う、私。あー、いけ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 。おっと？おっと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 、なんか繊維喪失してる、こっち。頑張れ頑張れ頑張れ。救い投げだぜ。やめなさい。回転投げしてやれ、回転投げ。回転投げだ、そろそろ。ナイス！あ、いいね、いいね、いいね。あとはこっちが技なんか変なことされなければスタミナ勝ちできるかな。いはい、ナイス。え、爽やかすぎない？なんかもうこのコクワガタのこの黒い綺麗に黒く光ってる感じがね、もう学ラン姿に見えてきた。じゃあ次は僕の番だね。疲れてるんだよねこっち。でもまあ20勝してるからね、信じてみようかな。スタミナ1回背中押すことでちょっと若干こっちの方が減っちゃうんだけど、信じます。頑張れ、頑張って。あー疲れてるよね、頑張って。ナイス、新技覚えた。お、避けた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 、避けるということを覚えた。回転投げ、ナイス回転投げ、いいね。出ちゃう。オッケー。新技何覚えた？やっぱり負けか。さあこれがラストの試合になります。結構疲れてるから、いや負けるかもこれ。スタミナがない。あと一回だけ押して。勝ってよ。押しが強い気がするな、かな分は。いいうまくかわせたりすればいいんだけど、技が出たときに。ナイス。そんな疲れてるのに技出せるとか君強い。踏ん張らないダンスです。踏ん張らないダンスです。あ、こっち弱体化されてんね。踏ん張れなくなってる状態かな今。なるほどね。あいや、ダメだよ。トランポリン。あーやだわ。負けました、これは仕方ない。もう踏ん張れなくなってたし疲れてたしね。お疲れ様でした番長。勝っちゃった。
さあ、ということで今日はこの辺で終わりになるかな。とりあえず最後に技を見よう。技はいなしっていうのを覚えたんだね。開始レベル1小ダメ。小ダメなんだ。あれダメージ入るんだね。かわすだけじゃなくてちゃんと返してるみたい。あと2つ覚えるみたいです。頑張りましょう。じゃあ終わります。でそうだな、結構もう長い間やったんでね、まめちゃんに明日やることを聞いて出よう。明日どこへ行けば面白いか予言を聞きたい？聞かせていただこうじゃないか。じゃあ今日は3ね。1、2、3。はい、1個しかない。じゃあこの中から好きな数字を選んで。7番。明日の予言、こっち島の防波堤過去昼、郵便局の前を右へ行くと防波堤に出られるんだ。誰かがお魚釣りでもしてるのかな。どう、当たってると思う？明日は昼釣りか。さてと、豆の予言まだまだ聞く？一応聞いておこう。はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。3番。明日の予言、こっち島海水浴場昼、これは読んだことあるな。どう、当たってると思う？6番見てみよう。明日の予言、お風呂夜、たまには誰かと一緒にお風呂に入ってみるのもいいかもね。なるほど。2番。あっち島の白屋さん家、あっち島にある智子姫の家がおすすめよ。姫のお母さんがいるのかな。なんだろう、いるのかな。行ってみよう明日。じゃあ予言を聞きたいときはいつでもどうぞ。はい、ありがとう。マメは本当に何でも知ってるんだ。よし、じゃあ終わりましょう。秘密基地から出ますか。はい、じゃあ全員整列。よし、解散。解散だ。ちなみに魚持つだっけ、見てみよう。絵日記かけることはなし。あとは、魚は持ってるかどうか。ない。ないですね。じゃあ、門消し、さっき撮ったの見てみよう。これか。スペースエクスプレス。めったに姿を見せない伝説の人。人なのこれ。一説には、彼の動力源はチョコ電池ではないという。何？じゃあ動力源何？強そうこれ。いや、安定感ないかな。メダルは？絵日記が108枚で、昆虫が110、魚17、門消し18、合言葉17個かな。程よく日焼け5。じゃあもう戻ろう。どうしよっかな。魚釣れるかな、晩ご飯。あ、違う。あー、飛び込んじゃった。もう、飛び込んじゃったじゃん。夕方なんだよな。どうしよっかな。こっちの防波堤でなんか釣ってみようかな。タイとか釣れないかな。おっきいの釣れてくれたらすぐご飯にできるんだけど。ちょっと僕くん、いかがいた今。さて釣りをする。キャスティング。さあすぐ釣れるであろう。最初ね、一発目は早くない？唖然としたよ、早すぎて今。またかーい。うそー。もうご飯のことしか考えない。タイだ、タイだ、タイだ。ちっちゃ。ちっちゃ。まだいってな、なんだ？
18センチ以上ならおばちゃんに丸ごと塩焼きにしてもらえるんだ。18センチ以上か。何でもいいから今日の晩ご飯になるものをください。へいへい、へいカモン。きた、これ重たいぞ。うお、え、アナゴか。アナゴだったら5匹だね。あれ、うん、5匹だね確か。とりあえずアジ釣れない。アジ釣れたらアジを餌にできるんだけどな。やばい、今のやばい、もう。お願い、お願い、お願い。夕釣りもなかなかいいね。風情があるね。おっきいね。お、クロダイ 31.2 センチ。あれ、これも5匹だったっけ。うーん、釣れないな、釣れないな。釣れてる。あ、来た、アジ。さて、さあ、アジに変えてみた。仕掛けを最近変えてないんだけどね、仕掛け変えなくても実際釣れるんじゃないかと思い始めてる。ゲームだから理由が理由なんだけど、なんか逆に言うと餌をね、ガザミ、ガザミっていうのに変えれるらしいんだけど、ガザミって何？カニ？アジか。アジでアジ釣っちゃった。じゃあこの辺でちょっとね、一応晩ご飯の魚釣っていくんですが、この辺で早送りにしたいと思います。ならない。うーん、早く来い、早く来い。カモン。晩ご飯が釣れないと僕ちょっと帰りにくい。おお、でかい。おお、鈴木、鈴木が来た。 31.2 センチ、 OK だって。じゃあこれ晩ご飯で。はい、鈴木、友達に鈴木くんがいるよ、今度会ったらよ。なるほど。さあ、言うてね、言うてあと12種類の魚がまだ釣れてないって感じなんだよね。全部釣るにはどうしたらいいのかわからないけど、ガザミを餌にする場合もあるみたいで、そのカニをどうやって捕まえるのかって思ったんだけどさ、イチゴのパックなんじゃない？今気づいたよ。イチゴのパックが必要になるよね。イチゴのパックって、イチゴって高いからな、食べれないって言ってたもん。魚来ないじゃん。もうやめた。さあ、海から帰ろう。それい。海から帰ろう、帰ろう、帰ろう。海から帰ろう。時短だよ。ほんと適当に歌ってるだけでごめん。気にしないでね、みんな。あ、瓶がいっぱいある。ビン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 、よし、ナイス。ビール瓶を見つけた。さあ、あそこにも瓶があるからね、取っちゃおう。ジュース瓶、台を見つけた。なんか、なんだこれ、かなり金運が上がっているんじゃないのか。あれ、なんか迷子だよ。あれ、海から帰ろうっていう歌歌ったばっかりなのに、おかしいな。おかしいな。ペッタンとジュニアいるわ。じゃあこっちだ、こっちだね。あれ、え、砂浜どっち。あそこが防波堤なんだから、砂浜はすぐそこじゃないか。すぐそこじゃん。なんだよ、ここって潜れんの？あ、入れるんだ。
し、おばさんとこに間に合えい。あんまりね、変な労働を入れないようにね、こうしっかりしっかり歩いてきて、ちょっと話してる暇ないかな。全然あるけどね、労働入んなきゃいいだけだから。いやー、ちょっとギリギリ。いや、間に合うよ、間に合うよ。歯も磨けるかも、ワンちゃん。先に魚渡してから歯磨こうかな。あ、僕くん、お魚釣ってきた。釣ってきた。今日はね、スズキを釣ったんで、28センチ以上ならおばちゃんに和風な汁物仕立てにしてもらえると。やったー。じゃあ今日の晩ご飯に出してあげるからね。やったー。僕はおばちゃんにスズキの牛尾汁を頼んだ。牛尾汁って何？さあ歯も磨いて、これでね、朝昼 OK じゃない？はい、オッケー。ペッペッペペッペッペ。はい、昨日一回しか歯磨いてない。よし、これでいいでしょう。マンガ姉ちゃんは、マンガ姉ちゃんは、あー、これご飯になるか多分ね。マンガ姉ちゃん、あ、いけるか。ギリギリ無理か。大丈夫だ。運動してるお姉ちゃんです。やったー、スズキの牛尾汁とかすごく美味しそう。古城の秘密には本当にびっくりしたな。橋を作らなくても行けるようになってたなんて。財宝はなかったけどね。でも俺たちはもっと大切なものを手に入れたんだぜ。なんだっけ？はあ、わかんねえのかよ。友情だよ、友情。じゃあ今までは？へっ、そんなもんないね。それにしてもまだまだ頑張って走れたし、俺の若さも捨てたもんじゃねえな。誰もあなたを捨ててなんかいませんよ。大事な人なんだから。え、照れる。うん、夏は私の代わりに蚊に刺されてくれるし、冬の寒い日なんか一緒にいるとストーブ代の節約にもなるし。あ、そうですか、そうですか。なんかいいな、熱々で。ご飯冷めちゃうよ。そりゃ大変。よっしゃ、じゃあ食べよう。いただきまーす。いただきまーす。いただきまーす。ほっこり。いい話が聞けたね、たくさん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さて、夜だけどどうしようかな。池の水が抜けたとき、溺れそうにならなかった？あんまり危ないことはしないでね。あれは溺れそうになるよね、危ない勢いが。みんなで力を合わせればどんなことでも解決できる。今回はそれが本当によくわかったぜ。そういえば、古城の鍵のついた扉の近くに何やら気になるメッセージが残されていたんだけど、僕ちゃんも気づいた？もう一回。どういうことだ？そういえば、古城の鍵のついた扉の近くに何やら気になるメッセージが残されていたんだけど、僕ちゃんも気づいた？明日見に行こうか。今行けないから。でも多分だけど、その門消しの隠されてる場所を言ってるだけじゃないのかなって思うんだよな。今から虫相撲大会の作戦を練ろうと思う。うんうん。というわけで続きは明日だ。お兄ちゃん、それって根気がなさすぎるよ。いらっしゃい。いらっしゃい。ただいまコロッケさん、コロッケ食べたい。瓶を引き取ってもらう。結構ほら、やばい、210だよ。ジュース瓶の台が、7本も持ってる。なんで？一気にお金持ち。さよなら。ねえおじさん、このお店って儲かってる？
おっと、そのことだけは聞いちゃいけねえぞ。はい、毎度あり。分かってないんだね。ゲームしたいんだけど、ゲームしてみようかな。みんなも見たいでしょ、ゲーム。遊び方の説明を見る。え？何これ？敵の位置に気をつけながら陣地取りをしていくゲームです。丸ボタンで線を引こう。線で囲んだところを占拠できるぞ。画面の 75% 占拠したらクリア。え？難しくない？やってみようか。50円玉を何枚用意しますか？ 1 回しかやんないよ。丸ボタンで線を引くってどういうこと？電電公社が民営化された4月からのことですが、思いがけないコレクションの流行です。しかしこの流行はまだ始まったばかり、あまり投資効果ばかり。これ私やってる？ゲームやめる。あ、ゲームスタートはスタートボタンを押すのね。コレクションを楽しむ方もいいのかもしれませんよ。さて続いてのニュースです。あ、50円玉を入れるのは R ボタン入れて、ゲームスタートを押すと。なるほど。まだまだ眠そうな顔で選挙するよ。当たっちゃった。普段気づかないところにえ12時になり、大掃除は終了。なんで邪魔してくるの、あれ。なんとどうしたらいいのさ。少ない。少ないじゃん。むずい。あー、これ難しいんだけど。ちょっと普通に楽しいしね。集めたプルダブを回収業者さんに持って行きました。お店のおじいさんに感謝され、よし、選挙。これ止まってられないな。ここ選挙しよう。わかんない。スコア 3046A ってこと？全然わかんない。ゲームオーバーだって。戻るね。何これ、ちょっと難しいゲームだな。タッタッタンタッタッタンタラタッタッタラタッタ。日記書くか。日記書いて寝ちゃおうかな、今日は。もうじゃあちょっとね、絵日記書いて寝ます。鈴木の牛お汁は爪つ…え、ちょっと待って、ひらがな多くて読みにくいね。もう一回読みます。鈴木の牛お汁、発明したのは牛尾さんかな。どこで区切っていいか分かんないね、なんかね。おじちゃんはまだまだ若い、僕の家来にしよう。え、これだけか。おやすみ。はい、ということで8月21日の僕夏実況はここで終わりです。また明日、おつまろう。